どうも白石ひねねです。このチャンネルは44歳の音楽家白石ひねねと猫3匹との生活や音楽経験談を話してみたり、弾き語りをしてみたり、オリジナルを披露してみたり、 BMST、BE:FIRST、バズルを中心に音楽的リアクションをしてみたり、介護の話をしたりしているチャンネルになります。今日はですね、 Twitter の方で DM が届きまして、ぜひこれを見てくださいということで、ああ僕も見たいなと思ったので見ていきたいと思います。レイコ BFQ のねチャンネルでレイコがダンスコラボをしているやつですね。レイココラボ祭り第1弾オーディションから2年後のスカイハイ、いざ最高踊ってみた、めっちゃ楽しみです。はい、見ていきたいと思います。せーの、ポチリ。堂々としてる顔、すごい、めっちゃ堂々としてる。もう一丁、コラボまず第2弾、レイちゃんお気に入り曲スカイハイ幸せ踊ってみた。せーの、ポチリ。世界の中で当たり前を取っ払って自由に逆らって、せめて君は君のままで、決まりも縛りもないらしさは呪いじゃない、君に代わりはいない、生まれた時は同じでも同じ明日は来ない、ならまずは君の忘れてなされるよ。君以外君はいない、すごいね。おーい、すごい、みーちゃん、いやすごいな。なぜそのずっとこうカメラを見つめてね、まあ、前からレイちゃんって目力すごいけど、マジ堂々としてる。で、踊りもめちゃかっこいいじゃん。と吹っ切れたのかな。なんかこう、自分のやっていく道がね、少しずつ増えてきてるのかな、みたいな。BFQ ね。ルーフラップカルテット。素晴らしいね。なんかその、まあ、ちょっとこれね、他でも裏側とか、コラボ祭りの第3弾は、バラエティ企画とかあるんですけど、とりあえず今日、ダンス見たかったんで、いやー、めちゃくちゃなんかこうかっこいい。もうだってもうプロじゃん。まあもうダンクでオリジナルを披露したって言ってるんで、ソロとしてね活動していくかもしれないんだけども、もう顔とか佇まいとか見たらプロだよね。なんかもう今まではもう歌の人ってイメージだったけど、パフォーマーとしても顔のね表情とかも作り方も見てももう一流だなって思うし、あとはもうどういう風な形で世に出ていくのか、そしてレイちゃん自身がどういう風な気持ちで今ね音楽をしているのか、自分の活動にどういう風な思いで向き合っているのか、そういうの気になるし、まあそれはでも作品として、彼の活動として
また改めてね、僕たちに伝えてくれるんじゃないかなと思っております。まあなぜずっと言い続けてるけど、今年の BMSC フェスはやばくなりそうだね。うん、ブルーフラップクワイテッドさんのチャンネルで、レコが踊っている曲2曲見させていただきました。また会いましょう。チャンネル登録、高評価の方お願いします。しれしひろでした。ブン。